Hello, hi, welcome to the chromatic ode of candies and roses. What? I don't even know what this event is all about. One thing I do know is that it's moving very fast. That's Sinos one. I'm sorry. What is this? Why are you out of place? Oh, it's sorry to keep you waiting, dear. I see. Oh, the gang is here. What's up? ディナリーとコレイじゃないか?私の担当は覚えたね。じゃ、手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど、絶対にあの方に気づかれないよう気をつけてね。心配すんなって。私は大切にしてるからな。オッケー。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。 私の言いたいことはわかるだろう。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もしなんの前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。トゥミ?みんなここで何してるんだ?私何も知らないし、何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。 Just tell us, the cat's already out of bag. 落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイも。ここで会えるなんてな。Hello there. なんだ、お前たちだったのか。ふう、びっくりした。授業中にぼーっとしてたら、後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。 過信探査に参加するため、スネイルに戻ってきたのですか?ミスターセブスフェスティバル?お祭りの間は盛り上がるだろうし、せっかくなら友達と一緒に過ごしたいなって。うん。教練員でもいろんな準備を進めてるって先生から聞いたよ。今年はクラクサナリデビ様の誕生日を盛大に祝ってあげようとしてるみたい。かつて、 It's been a year. But it's more than a year actually. Was there a Subservice Festival last year? I don't remember. No. クラクサナリデビ様のために、サプライズを用意しようと考えてるんだ。バースデーサプライズってやつか?ディシアの提案なんですよ。ああ。おう。 ドニアザードと話してたら、ふと思いついたんだ。過信探査行って、毎年似たり寄ったりだろ。今年はちょっと特別な企画があってもいいと思ってさ。ドニアザードもいいアイデアだって言ってくれたし、みんなに相談したら、話がサクサク進んでな。サプライズだから、知ってる人は少ない方がいい。何せ、知恵の神が相手だからね。 ちょっとしたことで感づかれるかもしれない。だって、ウィマインスト。そうだな。だって、フェルソクエ。いつまでこんな風に話さなきゃいけないんだ。ここ。とにかく、ここ数日手が空いてるらしいたちに準備を手伝ってもらうことにしたんだ。それで、具体的には何をするの? クラクサナリデビ様は、キャンディーが好きらしいから、そこをポイントにサプライズの内容を考えようと思ってる。フロート社のパレードの後は、エクイプ。デザインの方はカーベに任せてある。今のところ、僕たちは食材と飾りを買い揃えればいい。Anything we can do?
を聞いちゃったんだし、オイラたちも手を貸すぞ。だったらキャンディス、さっき買い出しを手伝ってほしいって言ってたよな。ほら、渡りに船ってやつだぜ。ええ、最近はあまり砂漠から出ていませんから、この辺の相場や品を見極められる自信がなくて。OK、sure。 ご迷惑でなければ。水臭いこと言うなって。むしろみんなの役に立てて、オイラたちにとってもサプライズだぜ。おお、パイモン、ずいぶん口がうまくなったな。ではお言葉に甘えさせていただきます。よし、決まりだな。飾りは私とドニアザードが担当する。パーティー会場はティナリに任せた。なんだかワクワクしてきたぞ。ハボどうかしら。素敵な誕生日プレゼント。ブーン。シッ。そうだった。興奮してた。あとナイダーズズのブーンアピール。Give her a surprise. Nice. This oddly wholesome. Aww. Rocking carriage. Mapping dreams and reality. Shadow of the Knight's Blade.Dude, does this give weapon? No, it's not. ここはパレードの終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。パール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな家臣探査を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。値切りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。What's going on? Are you okay? いえ、何でもありません。 Don't tell me the Egyptian gods are pissed.ご心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。I still think Candace's design is the best. いらっしゃい。何にする？家臣探査当日に必要な軽食を注文したいのですが、パレードが終わったら取りに来るので、事前に用意しておいていただけますか？テイクアウトだね。ね、問題ないよ。ご注文は？マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリムプを3つお願いします。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ、よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。Did you get the amount? ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか？オッケー。ああ、もちろん。全部で29,000モラだが、26,000モラでどうだい？2万モラにしていただけませんか？え？Wow, she went for it. それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし、わざわざ食材を取っとくんだから。そうですか。では、そもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか？2割引きまでが限界だな。What? わかりました。ありがとうございます。とんでもない。え、that's it? Is that? オイラたちより値引きがうまいんじゃないか。That doesn't make sense. Okay.それから、他にも何か？いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全面に懸念が出てくるかもしれませんので。なあ、ありがとう。だが今日新しく燃料を変えたばかりだから、その心配は。
Oh, okay, I'm like... What happened? It's the charcoal. The charcoal is bad. 平気だ。ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか？その可能性はあるな。この間も似たような事故がうちで起きたし、送風機を変えたばかりだっていうのに。今度は後で点検してみてください。ひとまずお怪我がないようでよかったです。水でしたら持っていますが、いかがですか？ Can I have it? いや、大丈夫だ。お気遣いありがとう。それにしても、お客さんよくわかったね。もう少し早く。I see if you listen, bro, you're like, it's fine. Come on now. 今日中にコンロを修理しとくから、過信探査当日の注文には影響しないはずだ。心配しないでくれ。無理せず、安全を優先してください。内金はここに置いておきます。ああ、ありがとう。さっきは危なかったな。キャンディスが気づいてくれてよかったぜ。How did you know about it? その、私にもよくわかりません。勘というものでしょうか。ふぅ。Are you the moon sister? No, I'm just kidding. 今度はないとこだといいんだけど。That doesn't make sense. さっきは本当ヒヤッとしたぞ。次は、キャンディーを作るのに必要なフルーツを買いに行きましょう。キャンディー、I want some candy。久しぶりにオルモスコアに来たし、ついでにいろいろ買おうぜ。What is that bird in the middle of the night? I'm surprised Dolly the Gremlin is not here。フルーツ店はあそこだったよな。Girl, are you okay? キャンディーさん、大丈夫か？Oh, I thought she was gonna Captain America this shit. Like, through the shield of fire! おけがはありませんか？うん、ありがとう。何か？ Is she having like sixth sense or something? あそこの箱が急に倒れてきたんだけど、キャンディスがこの子を助けてやったんだ。君、お父さんとお母さんは？パパとママは、港の酒場に。私、退屈だったから。You is the sheriff? Damn! 遊ぶときは周りに気をつけてくださいね。早く親のとこに戻りな。うん。ここに箱を置いたのは誰だ？俺だけど。道路脇に重いものを積むなと言ったはずだ。一体どういうことだ？すまない。最近荷物が増えてきて、倉庫に置き場がなかったから。ああ、すぐどかすよ。次からは気をつけるから。はあ、助かったよ。俺の監督不足だ。キャンディスさんがいなかったら大事故になりかねなかった。Oh, you know? お気になさらないでください。ここ一帯の安全を守ることはきっと大変でしょう。ましてやお祭りの時期ですから。お手数ですが、引き続き気を配っていただければ助かります。過信探査の間は目がいくつあっても足りないぐらいだ。ああ、誤解しないでくれ。キャンディスさんのアドバイスはしかと胸に刻んでおこう。買い物中だったんだろう。これ以上邪魔はしないでおくよ。じゃあ、祭りを楽しんでくれ。You know, I actually have no idea what's going on. I don't know why this event is here. Why is it here? It's like you knew it's gonna happen before. It's gonna happen. The Eye of the Prophecy is real? Oh my god. この
琥珀色の左目を特別に思ったことはありません。これまで変わった光景を見たことだってありませんでした。しかし、5 star variant is gonna appear. I'm surprised Genshin haven't done that yet, you know? I'm surprised. But then HSR is doing that, so I'm actually fine with it not happening in Genshin. But why is it on now? Did something happen in the morning?通り一日の仕事の手配を終え、神様にお祈りを捧げてから待ち合わせの場所に向かいました。強いて言うなら、道端で綺麗な宝石を買ったことぐらいです。The gem! We are crystal gems! I think that's how the song goes. There's something about it. あなたも気づきましたか？宝石から特殊な元素の痕跡をかすかに感じます。実はそれが気になって買うことにしたんです。余地が宝石と関係してるってことか？その可能性はあると思います。もしよかったら宝石を手に持って試してみてくれませんか？ Give it to me. I don't think anything happened. そうですか。誰にでも起こる現象ではないようですね。何らかの条件が必要なのかもしれません。それとも、アフマル様の民であることと関係しているのでしょうか？ Maybe the Lord's one Nahida to be happy today. Or whenever the festival starts. 神壇祭の準備で忙しい時期ですから、できればこういったことでお手を煩わせるのは、それに、ちょうどここ数日は任務も多くありませんし、自分で調査すれば済むことです。これもガーディアンたる私の責務でしょう。We can help too. ありがとうございます。あなたがいてくれたら私も安心です。まるで夜に仲間と焚き火を眺めているかのように。とりあえず買い出しを済ませてから石の情報を集めましょう。石の出所については商人に聞けば教えてくれるはずです。商人といえば、あの情報通の大商人がいるよな。ブーム、ダービーアピアス。かっつり持ってかれるだろうけど。もしかしてドリーという名の方でしょうか？アール村でもその噂は耳にしていました。そうそう、ただモラに目がないやつだから、値切り交渉は無理しない方がいいぜ。You are punching fruits? What? You purchase the fruits from the shop. The vendor tells you where to find Dory. Okay. さあさあさあ、こちらがお求めの品ですわ。Oh God. どれも上質なものを揃いましたから、ご心配なく。新しく仕入れた品もありますの。いかがかしら。あ、いらない。あ、構いませんとも。またお越しくださいまし。ダリー。ハロー。どちら様かと思えば、私の大事な、あ、大事なお客さんじゃありませんの。おそちらは、あー、oh, oh, what was that? キャンディーズさんですね。これはまたまた、Dude, how VA is like, whatever the dialogue, did you actually more? The fuck? This VA though, my goodness.This is gremlin energy, man. いえ、誤解なさらないでください。ドリーさんにお伺いしたいことがあって尋ねたのです。あら、情報を求めて？ああ、なんなりとお聞きくださいまし。私、情報の取引が一番好きですの。かさばらないし。バー
談で。あ、いや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 、免税、免税対象でもありますから。実は今朝変わった宝石を購入しまして、これを加工した人がどこで原石を手に入れたのか商人にお聞きしたいのです。ちなみにその方の名前はメモしてあります。ああ、人探しですわね。手間がかかるタイプですので、それなりのモラが必要になります。 Can I have sign off here? Can you lay down the law? 反応と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてくださっても構いません。相応の報酬はお支払いしますので。利益は少ないですが、人探しは大した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。あ、そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密ですから。調べるのも苦労です。 Whatever DA says, I don't feel like the serving works for her, especially her. My goodness. あらま、あらま、あらま。潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。交通費に差し入れ代、それからそれから20万もら、20万もらでいかがかしら。高すぎるぞ。申し訳ありませんが、ご提示の額では予算を超えてしまいます。もう少し安くしていただけませんか。構いませんわ。人情味のあるアール村の方には、思い切って譲ってあげましょう。I think that's fair. こちらの希望価格をご提示くださいまし。5万もらでどうでしょうか。なあ、な、なんですって。That's even more aggressive than back at the market. どうしましたか。砂漠での相場を言っただけですが。あ、無理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 ですわ。こんな商売をしてたら破産してしまいますわ。そうですか、仕方がありませんね。では3万もらでどうでしょう。え、なんだろう。あ、私の聞き間違いじゃありませんよね。そちらのキャラバンがアール村を訪れた際の安全を保証し、一部税金も免除します。いかがでしょう。いやー、最近のアール村ではビジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、カーニアの後ろ盾までもらえるわ。 What is that smell?I swear Doria is the best one. God damn. Okay. 3万もらで受けたまわりましたわ。本当ですか。さすがスメール切手の大商人。その器量と見識は噂通りですね。もちろんです。ある村のガーディアンとの友好関係を築くために、損を覚悟でお受けいたしましょう。それでしたら、サップ、あ、サップ、サップ、そんなもらでもう決まりですの。はあ、
おもてなしは500ボラの屋台料理で済ませるしか、ありませんわね。情報を集める時間が必要ですので、はい、また明日。Man, your thinking is actually making you tired somehow. タイプの依頼は手間がかかりますの。本当にありがとうございます、ドリーさん。旅人さん、せっかくスメールに来たのですから、オルモス港をゆっくり散策されてはどうでしょう。先ほど買ったものは私が預かりますので。そうか。オイラたち特に何もしてないのに、なんか悪いな。そんなことはありません。私の方こそ付き合わせてしまって申し訳ありませんでした。It was nothing really. 相変わらず気さくなお方ですね。あなたたちに神様のご加護があらんこと。 Please do. Somebody's gonna die next bed. ではまた明日お伺いします。はあ、But is it next batch? Or is it next batch? また明日。Are you okay? Oh, that's it? Oh, that's quick. What are you thinking?労力を惜しまず、あなたたちの依頼を引き受けましたわ。このサンズマハメ、Someone got the ambulance. I think she's actually dying. とくと胸に刻んでくださいました。So over dramatic, man. All right.What? Layla. Layla. You okay? 星々の相互作用による影響をまとめるか。面倒な課題ね。Oh, you're the other one. Hi. Happy Subservus Festival, Layla. Are you? あら、バレちゃった？見ての通り。今のレイラは落ち込んでるの。論文の締め切りと過信探査の時期が重なった上に、難解極まりない先生学を研究しないといけないんだから。どうりで最近この子の無遊病がひどくなって。Can I have this you in combat? Is there anything I can do? 気持ちはありがたいけど、膨大で緻密な計算は他人の手を借りるわけにはいかないの。でも時々会いに来てあげて。君たちに会えたらレイラも喜ぶと思うわ。いましょう。お祭りの間は美味しそうなスイーツがいっぱい。ダメ。コマン。カマンカマン。ニーロ、リハーサルが終わったらスイーツを食べに行かない？過信探査の期間中、プスポカフェに限定の商品があるんだって。今回は遠慮しとこうかな。フロート社のパレードも近いし、少し控えないと。そう？残念ね。この時期パティサラプリンを買うともう一つ無料でもらえるって聞いたけど。え？タフチーンも二つ目は半額だそうだし。それからシロップたっぷりのバクラバも。ウーマン、ストップ。わかったよ。一緒に行けばいいんでしょ。 Well, we lost her. Hello there. 静かに過ごさせてくれ。 He's too busy to focus. Damn. へえ。祭りの時期に教練員に来るなんて変わってるね。
You're here, aren't you? You're not gonna join and have fun? 君から見た僕ってみんなとお手手をつないで Yes 街で踊るようなイメージなのか Don't lie with me 存分に祭りを楽しむといい。ただ僕がここにいることは誰にも言わないでくれよ。せっかくの祭りだ。ほっといてくれ。No. Give me other dialogue. You're here. 街中が祭りの雰囲気に浸ってる時。Really? 静かな場所はここぐらいだからね。Wouldn't be the worst. 存分に祭りを楽しむといい。せっかくの祭りだ。Well.Let's. Hello. Now, where is she? What? 今朝早くからこの辺りで取引をされていたようです。Oh. Oh, man. I want to hear Dory again. もう済ませてあります。ドリーさんはアール村の通行証と減税証明書を受け取るとすぐに出発されました。Oh, okay. She's doing business. 一秒も無駄にしないんだな。それで宝石の出所は分かったのか？ええ。スメールの宝石商から情報を聞き出してくれました。その石は数ヶ月前、砂漠のとある遺跡で見つかったとのことです。名もなきその遺跡は損壊が激しく、壁に書かれた文字も識別できないほどだったと。ただ、もっと気になるのは、似たような宝石がもう一つあるという点です。もう一つ？発見当時、宝石は真ん中のあたりにひびが入っていたそうです。宝石を加工する職人は直しようがないと判断し、いっそ、それを似たような宝石があると、二つに切断しました。じゃあ、その片割れはどこにあるの？私もそれが気がかりなのです。もし本当に宝石に未来を予知する力が秘められているのなら、悪党の手に渡った時、大変なことになりかねません。ちょうど今朝、砂漠で襲撃事件があったと聞きました。かなり偏僻な道を進んでいたキャラバンが襲われたそうです。その事件がもう一つの宝石と関係あると思ってるのか？まだ確かなことは言えません。ただ、一般的にキャラバンが偏僻な道を選ぶ理由は、規模の小さな商売を行っているか、もしくは重要な荷物を運ぶため、外部にルートを知られたくないかのどちらかです。So what you're saying is, whoever attacked the caravan is able to predict its exact location? その可能性はあるでしょう。Damn. 現地で調べてみるしかなさそうだな。でも、過信探査の準備はどうしよう。ディシアに日程を確認したところ、後でオルモス港で合流すればいいとのことでしたので、少し急げば間に合うはずです。あ、もちろん、もし他に用事がありましたら、砂漠までご同行いただかなくても大丈夫ですよ。何言ってんだよ。オイラたちも調査を手伝うって約束しただろ。遠慮すんなって。Let's go. わかりました。力をお貸しいただき感謝します。Okay. Give us witness. My, my. 事件はこの辺りで起きたはずです。Where are we, bro? 全く人気がない場所だな。旅人さん、パイモンさん、ここを見てください。Ah, yes. 何か感じませんか？Oh, okay. I sense a trace amount of elemental energy. はい。砂漠の部族やエルマイト旅団の中には元素力を扱える人も少なくありません。その力を利用してキャラバンを襲い、不義の富を築く者もいます。はあ。割れた板があるぞ。
キャラバンの輸送車から外れた木の板のようですね。焦げた跡もあります。爆発が起きたのでしょうか。Damn. あちらにある痕跡はまだあまり時間が経っていないようです。道に沿って調べていきましょう。あ、ウェイ、カンペ。はあ、なんてこった。わざわざ偏僻な道を選んだっていうのに襲われちまうなんて。すみません、ちょっとお尋ねしても。ハロー。誰だ。アール村のガーディアン、キャンディスと申します。今朝の強盗事件についてお聞きしたいのですが。ガーディアンだって。おい、何ビビってやがる。ガーディアンってのは俺たちを守る存在だろうが。あ、オッケー。そうだった。すまんすまん、みっともないところを見せたな。こいつまだ襲われたショックから抜け出せてないんだ。いえ、さぞ辛い思いをされたことでしょう。ところで、今日はここで漏洩されるおつもりなのですか。キャラバン宿駅はそう遠くないはずですが。ああ、あまりに悔しかったからな。仲間たちを呼んで襲った奴らを懲らしめてやろうと思ってるんだ。いくらか品も取り返せるだろう。食料もあまり残っていないようですし、この状況では冷静さを保つことが大切です。砂漠では衝動と油断が命取りになることもありますので。どんな荷を運ばれていたかお聞きしても。危険物だよ。あ、え、何言ってんだ、花火だろうが。だって箱に危険物って書いてあっただろう。当たり前だろ、花火に食品って書くのか。すまんな、こいつちょっと抜けてるところがあるんだ。気にしないでくれ。キャラバン宿駅の衛兵に知られたらまた問い詰められちまう。 All over again? What do you do? So the marks on the plank are from fireworks? Nah. It's something. Oh, I should press the button. 花火をどちらへ運ぼうとしていたのですか? Yeah, in the middle of nowhere. Yeah, very funny. 砂漠にある集落さ。過信探査の時期だから、お祝い用として最近注文が多いんだ。俺らみたいな小さな商売をしてるところもおこぼれに預かれるほどでな。大体は距離が遠くて敬遠される注文なんだが。なるほど。もしよろしければ事件発生時の状況を聞かせていただけませんか。ああ、別に構わないぜ。遠回りして偏僻な道を選んで進んでたら、あたり一面のつる草に足止めされたんだ。つる草？砂漠につる草が生えるわけねえだろうが。車輪が砂にはまって動かなくなっちまったんだ。あれはきっと罠に違えねえ。その後急に空から爆弾が落ちてきた。爆弾。黙ってろ。さっきの衝撃で頭のネジでも外れちまったのか。こいつのことは気にするな。ショックでわけわからんことを口に。 Who uses vines and bombs? 俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。それに花火が引火してもう手に合わんやさ。その隙に奴らは荷をかさらっていった。強盗の姿は覚えていますか。いや、あの時は逃げるのに精一杯だったし、砂ぼこりで何一つ見えやしなかった。ああ、でも緑色の石を持ってたような。あ、もしかしてこれと似たものでしょうか。そうそう、そんな感じのだ。あんな高価そうなものを持ってるのに、しょうもねえ花火を狙いやがって、わけのわからんやつらだぜ。 Unless the hazardous materials were targeted for some odd reason。 おおよその状況はわかりました。教えていただきありがとうございます。しかし、ここはやはり安全を優先し、キャラバン宿駅の衛兵に状況を報告することをお勧めします。I wonder if Dobby's there. No, wait, that's not the Aru village, I mean. 少し休んだら出発するよ。では失礼します。行きましょう。Let's go!
ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん、どう思いますか？ I'm not sure about their goods or their identity. ええ、同感です。先ほどの人は何かを隠しています。彼らが運んでいたのは花火だけではないでしょう。The bomb is from the crate. I assume. So the vines. Who made the vines? Is the one. 悪党同士の抗争か？あり得る話です。強盗たちがなぜ危険物を奪ったのか、一刻も早く解明しなければなりません。Well, I mean, the festival is coming. What is that like when? あなたの心配もわかります。相手は待ち伏せの位置を正確に定め、行動も非常に効率のいいものでした。宝石により未来を予知した可能性が高いです。思っていたよりも危険な状況かもしれません。みんなにも相談した方が良さそうですね。ただその前に一度キャラバン宿駅に行って衛兵に報告しましょう。OK。お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。OK。まさかこんな展開になるなんてな。過信探査を無事に過ごせたらいいけど。ん？今の言葉、大マハマトラとしては見過ごせないな。Oh, hi there. セノ、なんでここにいるんだ？ああ、公務中でな。ある奇妙な強盗事件を知る。Oh, I think we solved it. Somewhat. セノもあの事件を？ Sounds like you've been hard at work. 俺なら平気だ。道中パチサラプリンを買った。後で食べるつもりだったんだが、いるか？いいのか？ Oh, thanks. ありがとな。味はどうだ？パチサラプリン、旨味たっぷりんだろ。変なこと言うからむすっちゃったじゃんかよ。お前こそダジャレたっぷりんだぞ。 Proof of the pudding. Is it supposed to be likeParadish pudding? What? Proof is in the pudding. What is what? That one, that is over my head. 先ほどの話に戻るが、お前たちの言う強盗事件とは。そうか。すでにキャンディスと調査中だったとは。戻ったら話してくれるだろうけど、あの襲われたっていうキャラバンは相当気な臭かったぞ。わかった。あとは俺に任せてくれ。そうだ、これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒にサポイバイモン。Sino's working quarters aren't too far from Nahida's. Did Tainawi tell him about the surprise? 何か隠してるようだな。隠してないぞ。何もたがんでなんかないからな。砂漠の積年の実は絶対に嘘をつかない。Please stop. なぜか知ってるか？なんでだ？嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。これを積年の恨みという。 What are you talking about? だから隠さず言ってくれ。もし今のが理解できなかったなら。 I'm sorry, I'm not sure what the... Is it red? Okay. Yeah, okay, sure.Hannaberries is. Red and green? Is it that one? Suzuki にも負けない根性だ。なんだって？ Suzuki は Suzuki だが、巣のない湖で一生を過ごす。Okay, stop, please. I'm not meme lord, pun lord. Okay.尋問？
話ですか？Oh, thank God. キャンディス、やっと戻ってきたんだな。助けてくれ。どうかしました？セノさんはむしろ楽しげな表情ですが。変わりないか。旅人から事の経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。ただ午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。あ、午後ですか。オルモス港に行ってサプライズの準備をしますが。わあ、キャンディス、バレちゃうじゃんかよ。セノさんもサプライズ計画のメンバーですよ。え、なら早く言えよセノ。言おうとしたがお前たちが遮ったんだろ。午後は事件の調査をするから行けないとことづてを頼もうとしたんだが。おかげでダジャレを2連発で食らっちゃったぞ。 It was three jokes actually. God, what? Okay. サプライズ計画のメンバーを伝えていなかった。 They love doing that now, huh? Okay. ありません。But I did do the one that's upside down. I'm waiting for that. それと、これは俺が買い出しで揃えた分だ。Okay. 一緒に持ち帰ってくれると助かる。お、任せろ。Sure, but then. ああ、ダジャレではいつもお前たちを任している。もう勘弁してくれよ。来たな。冷えた体がやっと温まってきたぜ。仕事モード以外のセノさんに会うことはめったにないのですが、きっと友人が過信探査のためスメールに戻ってきてくれたことが嬉しかったのでしょう。I guess. 仕事モードだっていうのにダジャレをお腹いっぱい溜め込んでたわけだ。お腹が冷えちゃうなんて心配だぜ。Are you okay? キャンディス、まさかまた未来が見えたのか？ええ、あちらの路地から人が二人現れるのが見えました。しかも何やら不穏な話をしているようです。不穏な話？もしかして危険物を盗んだやつらか？ Did you see how they look like? いえ、残念ながら予知で見えた場面はぼやけていて、会話も一言二言しか聞き取れず、どれも断片的です。なら隠れて観察しよう。過信探査を邪魔しようとする奴らは現行犯逮捕してやろうぜ。 Are we sneaking? Please say no. Why did that sound like Sino? Oh god, I'm punhead.God, I hate this. Sounds familiar. だいぶ物騒な話をしてるみたいだぞ。もう少し近づいてみましょう。I can't really hear. Let me.Oh, that deep voice is just our hater, bro. There's no way. その計画は諦めなさい。It's the boys. どうしたんだ。Hey, yo.爆発とかフロート車とか聞こえてきたけど。想像は思考に由来する。君がそう考えているから恐ろしい想像が膨らむんだ。パイモン、何を考えているんだ。僕たちは過信探査のサプライズについて話し合っていたんだが。だから問題はそこじゃないと言っているだろ。僕とあの子の関係は冷たいものじゃない。君の推測はずれている。一日中ずっと行方不明だと、そっちが先に言い出したんだろ。いなくなったのは
これまで一度も給料をもらっていないことに気づいたからかもしれない。 What? He disappeared? あれはつい心配で言葉を漏らしただけだ。コーヒーを買いに行かせるようになったのは最近のこと。 What? 教令員の新入生たちが進んで先輩のコーヒーを買いに行くことを知り、そこから想像が膨らんで自身の扱われ方に不満を抱いたのかもしれない。そんなわけないだろ。僕はあいつを助手扱いしたことは一度もない。いや、もしかするとコーヒーを買うときに何かあったんじゃ。What? そのせいで家出をしたとか。そして機械としての生涯を振り返ったら、ますます怒りが湧いてきて二度と帰らないと決断したのかもしれない。おめでたい想像力だな。でもメラックは僕が作ったんだ。そんな冷徹なわけがない。それに毎週丁寧に手入れだってしてるし。それで君はあいつを探すためにオルモスコーまで来て、書類を回収しに来た俺にばったり出くわしたというわけだな。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから目を通してくれないか。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくて、このコースで問題ないか見てほしいんだ。残念ながら当日のフロート車のコースについては詳しくない。 Why? 準備を手伝うよう教練員から言われているだろう。その気はないのか。職務外のことだからな。知らなくて当然だろう。この俺を説得できるとでも。それもそうだな。まあいい、最後の爆発のプランだけでも見てくれ。爆発？ああ、僕が設計したキャンディータワーが時間きっかりにフロート車にぶつかって爆発するんだ。そしたら、中に仕込んである装置がキャンディーを周囲に発射するというものでね。あ、もちろん本当の爆発じゃなくてクラッカーみたいなものだ。食品工学の論文を多数調べた結果、キャンディーの材料とタワーの外装が芸商花で折った布のように。But wouldn't the candy still be hot? 仮に当たっても全く痛くないとは。So that wouldn't make sense. サインを出すことで、遠くにいるメラックが装置を起動させ、指定位置で爆発が起こるようになっている。爆発のタイミングを？暗草なりデビ様の乗ったフロート車が通るときにサインは出される。そのタイミングであれを押し出して、バーンって寸法さ。風向きと湿度も考慮しないといけないな。ああ、その辺は織り込み済みだ。それらの要素をクリアする装置をキャンディータワーに仕込んである。失敗はしないだろう。Why you? Okay, that was a shot. そういうことだったのか。君たちは全く違うことを想像していたようだな。私が説明しましょう。ナイス、タンクス。未来が見える能力？どうも怪しいな。実に面白い。その能力をもとに、まだ見ぬ現実に仮説を立てたが、結果が違っていたというわけか。おそらく、問題は結果にあるとは限らない。もしキャンディスが見た光景が未来ではなく過去だったとしても、同じく説明がつくということだ。パス？ジャハンギルは前にも送風機が故障したことがあると言っていたのだろう。彼自身の話からも伺えるように、その装置が壊れた時の状況はそう変わりないはずだ。それから過信探査の影響で、ここ最近のオルモス港はどこも世話しない。道路脇に荷物が置かれていることはままある。路地裏で話し合いをするものだって珍しくないだろう。アルハイゼンさんのお考えですと、私は過去の出来事を見たということでしょうか。奇妙な現象もただの錯覚に過ぎなかったということはある。そうだな。未来にズレが生じたという説と過去が見えたという説を比べたら、後者の方が納得はできる。それもあるな。だが俺の推論は別に他人の感想を考慮したものではない。
Well, hey, something, I guess. 提供しただけだ。確かに、その可能性はあるかも。現状、そのような現象が引き起こされる条件や原因は不明だ。しかし、二つの可能性を念頭に置いておいた方がいいだろう。もう一つの視点か。ああ、そうか。メラックは君のことが嫌で出て行ったんじゃないか。天才的だな。まるでメラックが昨日今日俺と知り合ったかのように言うところが。確かに。君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。Why did you program him to recognize his voice? ってことか。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ、今こっちに向かって飛んできてるやつって。No. どこに行ってたんだ？店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。買えなくても別に構わないのに、そこまでしてくれるなんて。メクワ sure is persistent。 メクワ、メクワ、メクワ、ああ、そう。どうかしたのか。いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの件はどう解釈すればいいのでしょう。 Maybe you're looking in present time. How about that? あ、もう来てたんだね。あ、みんな浮かない顔してどうしたの？じゃあ、そう。ちょっとした謎々さ。あ、もう集合の時間か。歩きながら話そう。俺は知恵の殿堂に行く。じゃあな。Okay. Aren't you doing here for something? Why do you go back? Hello. もう来ないのかと思ったぞ。元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。ファルザン先輩、実はある問題について話し合ってて。キャンディタワーを作ることよりも急を要することなのか。ちょうどいいキャンディの材料が見つからなくて散々頭を悩ませておったじゃろう。して解決策はあったのか。ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃの。さ、早速作業開始じゃ。サボろうなんて考えるでないぞ。仕方ない。この問題はセノに任せておこう。僕たちがここで考えたってしょうがないしね。分かったなら早う動くんじゃ。子供じゃあるまいし、いつまで先輩に言わせるつもりじゃ。そうじゃカーベ、フロート車を模した装置を作ってほしいと言っておったじゃろ。もうできておるぞ。こんなに早く、さすがファルザン先輩。これくらい昔、つまり100年前からおるわしなら、シロン派の問題集を解くのと同じぐらい朝飯前じゃん。これ、持っていけ。うまく使えるか、試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない、旅人。君が試してみてくれないか？What do you want me to do? 僕は横でフロート車の動きを観察しながら、キャンディータワーの調整をしたいんだ。Sure. What am I supposed to do?Oh, okay. Avoid obstacle. Ah, shit, son. Is this the wacky thing from Fontaine? But the wacky thing was like more music, right? Okay, there's a lot of imports. Why can't L1 R1? Oh. Oh, this feels nicer.A little, but my R1 is very loose or soft. I'm not sure how to say it. What am I supposed to do? Am I supposed to do just collect flowers? That's it. Perfect score. Yeah. Oh, 様になっておるではないか。旅人とファルザン先輩のおかげで、キャンディータワーの構想は固まったよ。
from that? 次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を。わしらはキャンディー作りの準備と行こう。ポレイとオディシアはどこじゃ？二人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な二人のことですから、心配はいらないでしょう。いっそのこと、スメールシティに集まった方がよくないか？なんでここにしたんだ？シティ内だと、クラクサナリデビ様の住居に近いから。あ、ブンバーらしいです。その点、ナヒーダジャンプスケ。離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところを、クラクサナリデビ様に見られたら。あら？ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。あ、いや、怖い。どうかしたのかしら。カービィ。ああ。はい。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリテビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみてます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど、クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、 Nothing to worry about. Why are we shoutingOr like, why are we speaking? あなたまでそう言うなら、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方は。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから？それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。お、はい。Milo! Help! Why are you here? Save us! Now! Point! I'm not sure if my head is covering that point, but... Kuraksa Naridebi-sama! Ara, Milo! 何かご用かしら？はい、過信探査で披露する演目をツバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そう、ならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。バイ。Thanks。は
危なかったぜ。もう少しでバレるところだった。すまぬカーベ、さっきはつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああー、もうこんな時間じゃ。はよデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。はい、今行ってきます。あの、もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。バイ。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため集合場所はパルディスディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど、人目につきやすい点を考慮してなかった。今どうしますか？うん、そうしよっか。カーベにはキャンディータワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディスディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーならどんな形だろうとわしは賛成じゃぞ。はい。Are you okay? 後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。Tomorrow? You mean in 2 days? Give us witness. You okay, buddy? キャンディータワーの造形、ただの芝居だったのに、どうして本当に設計図の修正案を考えてしまっているんだろう。はあ、職業病かな。余計立派な後輩じゃ。気の毒に和高度よ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。ああ。宝石のこと、宗神様は多分気づかなかったでしょう。宝石のことは聞きたかったです。Oh, that's true. What? 手をつなぎましょう。なかなかいいジョークが言えたな。 What are you doing with him? 面白いか。セトスが最近よく言ってたカサッチじゃないか。大マハマトラ、君も他人に祭典への参加を進める趣味があるのかい。教令院で調べたいものがあって通りかかったから声をかけただけだ。だが確かにお前には興味がある。七星召喚をやらないか。やらないね。それなら安心だ。はあ？だってお前がカードゲームをやったらどうなると思う？知らない。では教えてやろう。イカサマになる。バン。I think he died there. Do do do. That was worse than I thought. 計算したときに変数を一つ見落としちゃってたんだ。You're still out of Layla? まさか、こんにちは。大丈夫？ No, you're the sleeping one. The normal one. 目の前を星がぐるぐる回ってるけど。ダメダメ！もうすぐ過信短日なんだから、早く論文を終わらせないと。I think Nahida... フロート社のパレードが見たいもの。
I think Nahida wouldn't want you to push yourself too much. そうだね。ありがとう。どんなに小さな星も自分だけの輝きを持ってる。輝き続ければ必ず誰かに見つけてもらえるから。元気出すよ。別の計算方法でやってみようかな。最初から。明日はパルディスディアイの近くに見張りを立てないと。オーキー。気づかれなかったよね。寝坊でもしたのか。どうレイラ。いや、そんなこと今まで一度もなかったし。来る途中ですれ違った可能性は。やあ。で、俺なんでみんな心配そうな顔してるんだ。ミーローさんがまだ来ていないのです。あ、え、ただの遅刻じゃないのか。それがちょっとおかしいんだ。ミーローはいつも早めに来てた。それにセノがさっきグランドバザールによって彼女に声をかけようとした時、もうとっくに出かけたと言われた。で、セノは着いたのにニーローはまだ着いてないってわけか。はい、だから心配しているのです。any progress with the robbery case? あの日危険物を輸送するキャラバンを尋問したんだが、貨物が全て奪われた以上物的証拠は何もない。それにこの件に関してはあいつらも被害者だからな。キャラバンは確かに怪しいが、盗まれた貨物を取り戻すまでは保護という名目で監視を続けるしかない。宝石についても売り手と連絡がついた。もう一つの宝石は砂漠で若い男が買っていったそうだ。とにかく状況をまとめると、Another guy. 危険物ともう一つの宝石の行方は分からず、ニーローがどこに行ったのかもわからないということだね。でも、なんでニーローが巻き込まれたんだ。三つの出来事につながりがあるかどうかはまだわからないけどね。ただその方向で仮説を立てるなら、ニーローの家臣の舞は家臣探査の重要なプログラムだから、もし相手の目的が家臣探査をめちゃくちゃにすることなら、ニーローがターゲットになる可能性は高い。旅人キャンディス、早速痕跡をたどろう。ティナリはパルディスディアイに残って、他のやつが来たら状況を説明してやってくれ。うん、単に急ぎの用事ができちゃったって可能性もあるしね。ここで待ってるよ。Hey, give her memories. Memories. グランドバザールに行こう。ニーローがどこから出かけたか確認するんだ。し。どこに行ったんだろう。Okay. 僕が残るから安心して行ってきて。No.君たち、どうしたんだ。ニーローがどこに行ったかわかるか。ニーロー、今日は友達の手伝いに行くと言って早くに出かけたが。一人でか。どの門から出たか見なかったか。ああ、一人だったぞ。そうだな、確か北門だったはずだ。パルディスディアイとは真逆の方向だな。何かあったのか。こんな肝心な時に冗談じゃないぞ。ズバイルさん、もしニーローがグランドバザールに戻ったらパルディスディアイの者に伝えてくれないか。ああ、まあ手が離せない用事ができただけだと思うんだが、とにかく早く向かってくれ。解決したら俺にも知らせてくれるか。ああ、必ず。さあ行こう。北門を出て誰かに聞いてみよう。To the north. ネビダ、今朝ニーローを見かけなかったか。ニーローさんですか。綺麗な服を着て町の外に行くのを見ましたけど。町の外？ええ、あちらの方です。
後を追いかけてる奴はいなかったか？ニーローの様子はどうだった？ いえ、私が見かけた時は一人でしたよ。挨拶もしてくれて、とても元気でした。わかった。情報提供ありがとう。ちょっといいか？今朝、ズバイルシアターのニーローが街を出るのを見かけなかったか？セノさん、お疲れ様です。ニーローさんなら街を出て橋を渡ってましたよ。橋の向こうで男の人と待ち合わせしてたみたいで。まさか砂漠で宝石を買ったってやつじゃないよな？ですからもし男の顔は見たか？すみません、さすがに遠すぎて。そうか、もしニーローが戻ってきたらパルディスディアイに行って俺を探すように伝えてくれ。かしこまりました。引き続き進もう。 But why would Wanderer want her? That doesn't make sense. 手がかりが途切れちゃったな。もう聞く相手もいないぞ。足跡がいくつかあるようですが、追ってみますか？いや、足跡が多すぎて方向を間違えてしまう可能性がある。そうだな。Wait, that figure is... Oh, was that a... What are they called? Sorry, I need to go somewhere. 俺たちはここで痕跡を分析しておく。もし何か分かったら、すぐに知らせてくださいね。Okay. What are they called? Awanawa. Right. 痕跡を見る限り、左へ行ったようですね。足跡が多すぎる。もう一度確認してみよう。砂漠にいた男。A man in the desert? Setos? あちらにあるのは。Setos? Anyway, Awanawa. Arasaka! Arasaka?It's nice golden Nawa. Awasaka must hide. And you still have no voice. Imaginary people, man. Friends? Awasaka is friends with golden Nawa, but our past said Awasaka can't talk to many people right now. He thinks Awasaka will let everything slip by his accident. What?Awasaka shouldn't say anymore. A Nawa with red hair. A Nawa like a beautiful flower. A red hair. A red hair Nawa who's pretty like a Padisawa? Yes, Awasaka saw that Nawa. She went towards the messy pile of rocks with another Nawa, but Awasaka doesn't know them. Probably the ruins near the Pain of Asvata. Asvata, yes, sir. Awasaka Towers? No, I'm just kidding. Awasaka is happy to help Golden Nawa. Kind Golden Nawa has helped Awasaka in the past.Awasaka doesn't know anything. Awasaka won't say anything. Bye. Ara, bye bye. What the heck did I just say, bro? Ashubatta Shinden の方向へ。地面の痕跡が示しているのと同じですね。どうやってわかったんだ？もらったんだ。信頼できる情報だってことは。Don't ask any more questions, okay? あ、信じるよ。Okay, cool. That's easy. それでは出発しましょう。無事。お。Are you okay? ビジョンを見たのか。はい。でも今回はぼんやりとした声しか。
What did they say? 二人の会話のようでした。気づかれるかもとか、痕跡をたどって追ってくるはずとか。ニーローの声だったか。あまりにかすかで、そこまでは。とりあえず廃墟の方へ行ってみよう。ビジョンが見えたということは、進む方向は合っているのかもしれない。多分この辺りだろう。うん、この辺ってよく砲塔弾が出てくるんだよな。危ない目に遭ってたりしないよな。 True, but I think she can handle. Is he wearing the costume?遠すぎて聞こえないようだ。あっちに行こうぜ。こんな遠くまで来ることになるとはね。そろそろ着くのかな。I'm sorry, who are you? You have a nice cape. Hello.Oh, it is Setos. 悪いやつっていうのは僕のことかな。なぜお前が。Yes, so. 僕がどうかした。Well, who's that behind you? みんな、どうしてここに。なんでみんな質問ばっかしてるんだよ。って、オイラも今しちゃったけど。騒がしいわね。静かな場所で練習することもかなわないわけ。ソルシュ。ソルシュ。You speak. Good to see you. 我がエッサンシュ。と、シロフラン。あ、お前ら、この赤フライムと知り合いなのか。Yes. ちょっと、誰が赤フラよ。このソルシュは高貴なる彼、霊光の勇者なんだから。You sound surprisingly cute. It's like facial but cuter, I guess. Are Setos-san が身につけているのは Oh, the green thing? この宇者との目のかけらのことかい? Correct? That doesn't look correct. What? もう一つの宝石を買ったのはお前だったのか?ウジャとの目、そして彼、本で読んだことがある。It sounds like Kawi. じゃあ、ことの経緯はもう分かったのかい？今は謎かけをしてる場合じゃない。町のみんなだってニーローのことを心配してるんだ。え、私？でもみんなには伝言を残したでしょ？あ、you did? 伝言？何の伝言だ？そのようなものは受け取っていませんが。ラッシュヌのやつ、また寝落ちしちゃったのね。OK。その名前を。Is it a sleepy one? I think it's a sleepy one. ラッシュヌって誰だ。I kind of forgot. 伝言を頼んだ彼だよ。ただ。OK, it's probably the sleepy one. I guess tired is close enough to.とりあえず整理しようぜ。まずニーロはどうしてソルシやセトスとここにいたんだ。それを説明するには、そうだな、ソルシとの出会いから話そう。 How do you met? The caravan.欲張りな奴らだわ。この前砂漠で騒ぎを起こしたのってあいつらよね。ふぅ、元気出しなさい。あいつらを懲らしめてやらなくちゃ安心して眠れないわ。ふぅ、I feel like she goes this way. じゃあソルシュ、あいつらが通ったら茨で閉じ込めてやるから、後のことは任せたよ。
ええー、こんなの楽勝よ。OK。恐怖で震えるがいいわ。ん？なんだ？イバラが！ボス、台車が動かない。My who do vein? Oh, vines. 今よ。So, Sarush bombed them? Ah, Sarush bombed them. Okay. That's what they meant by explosion. I see. Oh, what? Did I go too low? What? That wasn't too low. Bomb them. Bye. その辺にしておいたらどうだい？あら？何時は何者？僕はセトス。散歩してたら騒がしい音が聞こえたから、好奇心で見に来たんだ。貨物は全部壊したみたいだし、この辺りで勘弁してあげたらどうだい？大騒ぎになったら収集がつかなくなるからね。ちっぽけな人間よ。私が誰だか知っているの？高貴で偉大なるカレーよ。砂漠に君たちを知らない者はいない。Really? まして勇者ソルシュのことなんて言うまでもないさ。ふう、なかなか見る目があるよね。ま、今日はこの辺にしておきましょう。でも次にこのようなことが起きたら、この霊光の勇者は砂漠の安寧を壊す悪党を許したりしないわ。ですわ。その後すっかりソルシュと仲良くなっちゃって、ソルシュにスメールシティを案内してあげたんだ。 So why is she here? お前ってほんと誰とでもすぐに仲良くなれるんだな。 Isn't that a good thing? このガイドの仕事は高く評価してあげるわ。 Oh yeah, why are you here then? 今回ここに来たのは重要な責務があるからなの。責務？どんな責務だ？通りすがりのものから、今はちょうどクラクサナリデビ様の生誕祭の時期なのだと聞いたわ。我ら彼はクラクサナリデビ様の眷属だから。Does she even remember you guys? That's just another question. ズルバーン先輩がいろいろ考えた結果、彼の勇者、つまり私が数百年にわたって受け継がれてきた家臣の舞をクラクサナリデビ様に捧げることが決まった。来る途中で家臣の舞の人選はもう決まってるってソルシュに伝えたんだけど、彼女はニーローさんに会いたいって聞かなくてさ。ふん、会わない方がマシだったわ。今の家臣の舞が昔とこんなにも違うなんて。まあ400年も受け継がれてきたわけだし、変わっちゃうのも無理ないよな。でも昔の家臣の舞が見られるって聞いたから、ソルシュさんに教えてほしいって頼んだの。こんな機会めったにないでしょ。今年の家臣誕祭でこの特別なダンスを捧げれば、That'd be nice. 宗神様もお祭りに参加する人たちもきっとみんな喜んでくれると思う。そういうこと。私もこの子がいい覚悟をしてるなと思ったから、静かな場所でダンスの練習に付き合ってあげようとしてたの。ああ、I see。そういうことだったのか。ずっと追いかけてきたけど、結局悪いやつなんてどこにもいないじゃないか。みんなナヒーラに自分なりのサプライズを送りたかっただけってことか。待って待って。例のキャラバンのことを忘れないでよ。And you're not gonna tell us, so... まだわからないんだけどさ。Right. 砂漠を破壊する者、おそらく私利私欲のために遺跡や墓を荒らす者でしょう。だからアール村を通らないこんな偏僻な場所を選んだのか。もしお前に見つかれば、恐怖に震えるだけでは済ませませんから。
昼間の太陽が懐かしくなるようにして差し上げますよ。キャンディス、お前、急に怖いぞ。I don't need to remind you that。君はもう半分のウジャとの目を身につけてるね。Yeah, what is it about anyway? そうそう、それって一体何なんだ？キングデシェレトのアフマル様が、クラクサナリデビのナヒーダ様に送ったプレゼントだ。It probably belonged to Great Lord Duke the Verter, actually. But given what happened to Ermine's soul... その通りだ。君もその伝説のことを知ってるみたいだね。ちょっと記憶にあっただけだ。これまで、二つの宝石と伝説を関連付けようなどとは思いもしなかった。ああ。僕も最初は、この宝石がちょっと特別だと思っただけだった。それで商人から買って沈黙の殿に持ち帰った後、多くの文献を調べてようやく確信を得たんだ。初めての家臣探査が開かれた時、キングデシェレトのアフマル様と家臣マリカッタ様はクラクサナリデビ様にサプライズを用意したという。道沿いにキャンディーを残してクラクサナリデビ様を宴会の場所へと導こうと考えたそうだ。不思議に思ったクラクサナリデビ様が湖のほとりまで来ると、弦の響く音が聞こえてきた。アフマル様が演奏してたんだ。そしてマリカッタ様は旋律に合わせてしなやかに踊ってたんだってさ。So Nilo is then saying Setos is gonna play a song? 宗神様がこの偉大なる日に誕生の喜びを感じられるようにと祈り、宗神様に貴重なプレゼントを送った。ミハシラが一緒に過ごしてきた素敵な時間を記念するために、マリカッタ様はウリンを守る霊光を、アフマル様はウジャとの目をプレゼントしたという。しかしカーンルイヤの最悪の後、ウジャとの目は失われ黄砂に埋もれていった。霊光はクラクサナリデビ様によって慎重に作り変えられ、生と死の世界を守り続けた。いつしかそれが散らばって私たち影になるまで。つまりキャンディスが見たのはウジャトの目に記録されたビジョンだったってことか？初めて手に入れた時は僕も驚いたよ。こんなに時間が経ってもなお伝説のウジャトの目は見たものを記録し続けてるのかってね。Oh. その力は特別で、アフマルの民、つまりキングデシェレトの末裔だけがこれと共鳴できる。もう壊れてるけど、今もこの中のどこかに過去のビジョンは残ってるんだ。もしかしてこの前ぼんやりと聞こえた言葉はアフマル様や家臣様のものだったのでしょうか？ウジャとの目の2つのかけらをあなたはどうしたいですか？キャンディスさんが許してくれるなら2つとも沈黙の殿に持ち帰って保管したい。ええ、賛成です。 Well, I don't know where that is because I didn't do Act 2 yet. I should start doing it. それはやめておいた方が良いと思います。宗神様が覚えているかどうかはさておき、砕けた思い出には今や悲しみしか残っていないかもしれません。A record of sad memories as Nahida's friends.Friend, I don't want her to feel sad on her birthday. The 10 millionth time? あなたたちの意図はまだ完全には理解できてないけど、それがあなたたちと我がエッサン氏の決定だというのなら何も言わないわ。それよりさっきからダラダラと喋ってばかりで、これじゃ全然家臣の前を教えてあげられないじゃない。それもそうだな。何もないって分かったわけだし、かえってみんなの心配を解消してやろうぜ。俺も他のマハマトラたちにあのキャラバンの犯罪の証拠を徹底的に調べるよう伝えておく。もし悪事を働いているなら絶対に許さない。僕はここに残るよ。この辺は魔物が結構多いし、護衛は一人でも多い方がいいだろう。Oh, thanks. みんなを心配させちゃってごめんね。ダンスを覚えたら戻ってみんなを手伝うよ。よーく見てなさい。目をそらさないでよ。
しっかり私のステップについてきなさい。はい、ソルシュ先生。Your lucky is Nilu. いい？こう、そしてこうよ。こうしてこう。昔の家臣の舞ってこんな感じだったんだ。Oh, hello. お、やっと戻ってきたか。もう少しで傭兵の仲間たちを呼ぶところだったぜ。No need, please. 大丈夫だ。何もなかったぞ。そういうことだったんだね。何事もなくてよかったよ。そっちはどうだ？サプライズの準備は順調に進んでるか？カーベは設計図を私に来た後、寝に帰ったよ。あの様子じゃ、多分昨日は徹夜したのかも。あんたたちがいない間に、キャンディータワーの枠組みを作ったぞ。念のため、後でもう一度確認するわ。さっきはあなたたちのことを心配しながら作っていたから。とにかくあとちょっとだ。みんなで力を合わせればすぐに終わるよ。よかった、フロート社のパレードに間に合いそうだな。あ、パレードといえば、旅人、一つお願いしてもいい？What can I do for you? Why are you selling? 教令員が各学院の代表者にパレード当日の花の騎士を選ぶよう言ってきたんだ。で、oh, I can do that. For sure. 君が適任だってことになったんだけど、どうかな？ It's my honor. My honor. よかった。君は宗神様の友達で、スメールを救った英雄でもあるからね。だからみんなは、君が適任だと思ったんだろう。よろしく頼むぜ。あんまりプレッシャーをかけないでやってくれ。そういや、キャンディスもパレードに参加するんだよな。確か演奏って言ってたか？ええ、ニーローさんのダンスの伴奏。Oh, cool. おお、おいらまだキャンディスの演奏聞いたことないぞ。 What's the thing? お気に召したらいつでもアール村に来てください。眠りにつくまで演奏して差し上げますよ。 Cool. Looking forward to it. そう、私からも一つお願いしていいかしら。Yes. 宗神様のフロート社の装飾品を作ったんだけど、スラサタンナ聖書に持って行ってフロート社を飾り付けてもらえない？花の騎士がフロート社を飾り付ければ儀式感もより増すと思うの。 My pleasure. そんなの楽勝だぜ。オイラたちに任せろ。Everyone split up the remaining tasks. The anticipation for the festival makes a quick work. Before you know it, the sun has set and everyone breaks for the night. やっと終わったぜ。あとはスラサタンナ聖書に行ってフロート社を飾り付けるだけだよな。家臣誕祭前夜のスラサタンナ聖書ってどんな感じなんだろうな。気になるぜ。With more flowers, I see. これでいいんだな。あとは明日の朝のパレードを待つだけだ。 And then we wait. Boop. All the preparations are done. Wait until the start of the parade tomorrow.Oh, yo, let's go.最近、みんなが私を避けている気がする。まるで木のうろに住むリスが。秋になると They are acting squirrely. The hell? いいえ、パレードが終わったら
特別な日には素敵なフロート車と美味しいキャンディーがある。そしてお待たせしました、我が女神。ええ、私の騎士よ、出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開け、そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。過信探祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれあれはパチソラか。花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のように弾けた。行くぞ、3、2、1。Is that supposed to happen? カラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。I guess so. 私からもサプライズがあるのよ。出てきて。Oh. Where's the girl? The Yoimiya one. I forgot who was her partner. I forgot. Wait, what?Asaka, I think. I don't know, man. It was all a dream. Nahida は目を開ける。そして言う。こんなに素敵なお祭りは初めてだと。I kind of wish they can allow to be out, you know. But I also get it, I guess. So that was why there was one like hiding near Chui at the. Where was it?Like near the blacksmith of Sumeru. One time I saw it, I'm like, who is this? They were like hiding. 誕生日サプライズが無事成功したことを祝って。乾杯！乾杯！わしの目に狂いはなかった。カーベ、お前は建築の天才じゃない。Oh, is she already drunk?先輩、飲みすぎですよ。 What's with all the grandmas getting drunk? キャンディータワーがフロート車にぶつかったのを見てから、ファルザン先輩はずっと興奮してるんだ。実はさっきから何杯も飲んでるんだよ。それくらいいいじゃないか。せっかくの祭りなんだから思い切って楽しまないとな。そういえばキャンディス、楽器うますぎだろ。どうして普段からもっと演奏してくれないんだ。ありがとうございます。大抵は夜に見張りの仕事が落ち着いた時、星空を眺めながら弾いているんです。星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポイントは私の演奏などではなく、ニーローさんの踊りでしょ。え、急にそんな。うん。お。ああ、the boys。ウジャとの根は沈黙の殿で預かったのか。研究のために貸してあげようか。いや、いい。そういった品は歴史を示すものに過ぎない。象徴となる過去が明らかになった今、ただの物品に戻ったんだ。へえ、君なら珍しがるかと思ったけど、名前からするにきっとすごく綺麗な宝石なんだろう。一目見といて損はないんじゃないのか。一目見るには
わざわざ沈黙の殿まで行かないといけない。いささか遠い。もうちょっと外を出歩いてもいいんじゃないのか。もし宝石の鑑定や認証でそれを教令院に持ってくることがあるなら、ついでに見てみてもいい。そういえばどれくらいの価値があるのか気になるな。いい質問だね。考えたこともなかったよ。古代の王宮の城壁を見ても急に1ブロック外して価値を測ったりしないだろう。うちの学院のやつらならやりかねないな。最近の後輩たちはみんな好奇心旺盛らしいぞ。もし本当にそういうブロックがあったら報告書を書いて俺の執務室に届けてくれ。はあ、そんなことまで君に報告しなくちゃいけないのか。まあ、そういいよ。ただそうしてくれればブロックが届いたらすぐにわかるから一目見に行ける。聞いた僕がバカだ。うかつに返事をするもんじゃないな。報告書をリマインド代わりにするのか。なかなかいいアイデアだね。リマインドといえば俺は感じた。Please no pun。 神聖なる時が訪れようとしている。そうかい。僕は何も感じなかったけど、ヘルマヌビスが君だけに呼びかけたってことかな。今こそ七聖子。これが呼んでるみたいだから。先に失礼するよ。I wasn't thinking about that. Okay. またカードゲームか。これ僕のことも呼んでくれないかな。What? I mean, for time now, you make sense. みんな楽しそうだね。How are you? Are you having fun? ええ、一生の中で一番忘れられない誕生日になったわ。宗神様の命は長いものですのに、今結論を出すのは早すぎませんか？そんなことないわ。その瞬間に、ああ、これは絶対に忘れられない思い出になるって分かることはある。あなたはソルシュというのね。あなたとお友達はスメールシティに引っ越すことは考えていないのかしら。それは Maybe some of them can。 お気持ちだけありがたくいただきます、宗神様。Oh, I guess that's true too. Except for the one that makes challenges. Maybe. 私たちにとって街は騒がしすぎます。そうなの？でも、人々と一緒に過ごしていれば、面白いこともあると気づくはずよ。はい、私もそう思います。エッサンシュやシロフラと過ごした日々をよく思い出すのです。お、本当か？嬉しいぜ。そう考えると今回の過信探査じゃみんなにサプライズがあったね。 What did we do last year? 特に Did last year even happen? オイラを呼び出した時はオイラ本当にびっくりしたぞ。気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにしてねってあの子たちに念を押したの。それでアランサカに会った時あんなに慌ててたんだな。口が滑るって言ったのか。ああ、そっか、ダウス。でも、スメールのみんなは、あれがナヒーダが送った夢だと思っているぞ。夢ね。Are you okay? ナヒーダ？いいえ、なんでもないわ。そうね。私たち、夢の中にいるようなものなのかも。あ、then we should do our best to remember it. Let's capture this moment forever so that even if we wake up, this moment will never be lost. You okay, your buddy? You don't even remember your brother. Shut up. Anyway, this must have been what Al-Amma wanted.When he gave Ruka the Vata, the widget eye. Even though we don't have anything that powerful, we still have our own way to stop time. A camera? He? Hi, hi! Mean
な集まってくれ。オーケー。左側の人たち、もうちょっと寄って。わしの靴を踏んでおるのは誰だ。すみません先輩、私だ。ちょっと人が多すぎて。シロフラ、ここはカレー専用の特別席よ。こいつの隣で浮いていいのはオイラだけだぞ。なるほど、写真ね。本当に不思議な考え方をするのね。 Huh, I never thought that. Wait, what? So that's what you meant. No, wait, I'm reading the wrong line. From now on, every time you look at a photo, you'll remember the joy of this moment. そんなことを経験したことはないけど、I also took a picture of Raiden, so... この瞬間が私たちのために泊まってくれることを。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし。三、二、一。チーズ。誕生日おめでとう。お、ハッピーバースデー。あ、give her memories。お、hello。Savush, our sucker. No. Okay. そこのプクプクグリーン、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。our sucker? Left hat? Leaf hat? ええ。私たち彼は甘露花海を守るだけで精一杯なのに。あなたたちはどうやってあんなに大きなウリンを100年も守ってきたの？You are not an owl. You are a bird. Big and warm and small. Our sucker can make you something to eat. What? What? 私たちはカレーよ。甘露花海に住んでるの。The Vokasha Oasis? Like Vana Vana? But for a bird? Vana... 何？なんだか微妙に話題がそらされた気がするわ。Little red bird is a good bird. Good birds can come to Vana Vana. Arasaka will make you delicious food. We can practice Arakalavi together and find lots and lots of traces. Can we have an event of them? Avanavas and Pavis together, that'll be cute. Hello. 旅人さん、砂ぼこりが服に吹き込んでいませんか？さあ、こちらに座ってください。Are you busy? 古い曲を練習していました。たとえ曲の終わりが黄砂の中で失われていても、この美しい旋律が好きなのです。いつもは覚えた部分ばかりを繰り返し演奏していましたが、今夜は私の解釈で曲にエンディングを付け足してみようと思っています。賑やかな花神探祭のおかげで心境が変わったのかもしれませんね。続きが書きたくなる物語というものはあるものです。たとえぼやけてしまっても、いつまでも大切な記憶というものは存在します。手をつなぎましょう。みんなの笑い声がまだ聞こえるような気がします。みんな笑ってる。星空とはまた違った素晴らしさね。ああるレイラ、レイラ、ああ君ね。君と会ってからあの子やる気に満ち溢れてて、一度も無憂なんてしなかったのよ。でもやっとのことで過信短日までに論文を完成させたのに、提出した途端疲れて眠っちゃったの。論文の最後にこんな感謝の言葉を添えてたわ。星々の間では時に相手を強くサポートする力が生まれる。その力は相手の進む軌道をも変えてしまうことがある。先生学を学ぶ者の視点から見れば、人と人の付き合いも同じである。例えば筆者のように同じ周波数を持つ人に出会えれば、
奇跡を起こせるかもしれない。私はこの光景を写真に残してあの子のデスクに置いておくわ。Roughly? にぎやか。手をつなぎましょう。こんなところに隠れてたんだね。Curious? 本当に面倒だ。This is the third time this week. やあ、教練員のみんなからパーティーへの招待が来てただろう。どうして来ないんだい？はあ、招待されるようなことをした覚えがないんだけど。あんな騒がしい場所、ごめんだね。ちょっとちょっと、やめてくれ。教練員にいない僕でも、君が歴史批評と政治研究の分野で結構有名なことは知ってるよ。君は今回の論文に重要な手がかりとインスピレーションを与えてくれた大功労者だって聞いたよ。Okay, 今回打ち上げは半分君のためのものだってね。僕の記憶違いかな。君の所属は確か沈黙の殿で饒舌の殿じゃなかったよね。遠回しにうるさいって言わないでくれよ。来ないなら来ないで、みんな後で探しに来ちゃうと思うよ。僕がここにいるって教えたの？いやいや、そこは沈黙しておいてあげたけど、ただ君と仲がいいと思われたみたいでさ、君を探すよう頼まれたんだ。So、はあ、面倒だな、はあ、案内してくれ。Really? 戻ってきてくれたのね。この夏目ヤシキャンディ半分こしましょう。 Anyway, what are you looking at? Were you waiting for me? 私が見抜かれる番ね。 Well, did you have a happy birthday? Did you have a good time at a banquet? I should go. No, you have a happy birthday? もちろんよ。おかげでとても素敵な誕生日になったわ。まるで穀物の蔵に入った小鳥が人々の優しさとぬくもりに包まれてくる。遠くから来てくれたカレイ、アランナラ、そして私の大切なお友達、みんなにお礼を言ったわ。でも私気づいたの。やっぱりまだ何か隠しているわよね。Am I? 大丈夫だから、そう構えないで。あなたが秘密にしたいのなら、その判断を信じるわ。Oh, is it about a... 私の花の騎士だもの。Are you? I see. 戻ってきて聞いたのね。 dialogue? Let's see. 私、もちろんよ。思い返せば、どの料理にも新鮮な驚きがあって。Okay. 蓋を開けるまで中身がわからないヤルダーキャンディーのようだったわ。でも何よりみんなの笑顔を見られるだけでお腹いっぱいな気分だった。幸せな気持ちにしてくれるのはパーティーそのものじゃなくて雰囲気なのよね。Well, as we ended off here, this was a nice little cut story, I guess. Did we celebrate the festival last year? I don't remember. I should check my stories in Fontaine. I should record it, hopefully. Unless I was overseas or something, but I doubt it. I'm pretty active, so I doubt I missed it. So next week, I will upload the mini games, and after that, we go to war. I'm surprised nobody mentioned about the war, especially the sky, but maybe it's too far for them, who knows. Right, happy birthday Naida, even though it's gonna be uploaded a few days after your birthday, but technically today is your birthday. As of recording this, third one, the first two was on your release day, so... This is the third day. The third day is on her birthday, so happy birthday, Nahida!
Sting's here. I don't know what to say. Yep. See you in the mini games. And then we go to war.